続いて離婚の傷をどう癒したのか。やっぱり離婚ってすごく体力使うでしょ。で精神的にも結構ボロボロになるじゃない、うん、それを助けてくれる存在っていうのは例えば奥さんの場合何か、お金を分けて使いましたね。だからなんかもう時に全部下ろして車通しだから行ったり